なんか明るい女がいい。明るい女。家帰って、ああ、今日もなんかうまくいかなかったよ。全然そんな気にすることないよ。みたいな、とにかく突き抜けた明るさ。欲しくないか？あと、ちゃんころ P とかさ、ああいうなんか明るい子っていいじゃん。おめえらの女のタイプ教えろよ。俺が聞いてやるよ。おめえらそんなな、偉そうに物事語ってるけど、貴様らの女のタイプ教えてみろ、俺に。結婚するならこういう人がいいなって。ちゃんころ P とかすげえ良くない？明るい感じで。愛嬌がある子。愛嬌がある子。どんだけ岩渕人気なの？岩渕ちゃんなんでこんな人気なの？何が起きたの？空前の岩渕ブームが起きてんだけど、なんでこんな人気なの？めちゃめちゃ好きやん、みんな。いや、俺も好きだけど、ね、でも、一番手に上がってくる芸能人じゃねえだろ。岩渕大人気じゃねえかよ。何が起きた？あ、でも確かに愛嬌も良くて、明るいし、一緒にいて楽しそう、みたいな、感じか。まあ、確かに可愛らしい。なんか、これを言うとすごい語弊があるけど、なんか、チンコに来る可愛さ。これわかるよね。俺これ別に、あれだからな、本当に、やらせろよって言ってるんじゃなくて、なんかあの子の可愛さ、チンコに来るってわかるよな。これ男だったらわかるよな。何この気持ち？何この気持ち？みたいなことでしょ？チンコに来る可愛さ。なかなかいねえよな。チンコに来る可愛さ持ってるやつ。わかるよね。股間に響く声みたいな。片やなんかバンドとかも組んで音楽ちゃんとやってるのにみたいな、なんかそういうな。よっこいしょっとタバコ吸っていいか。なんかね、そういう可愛さわかるわ。そこまで。普通なんかみんなおめえらのことだから、石原さとみとか、小池百合子ね、あんなババやだ。小池百合子じゃねえ、なんだっけ。大悟の旦那とか、大悟の娘とか、娘じゃない、奥さんとかを、あげてくんのかなと思ったけど、おめえらもなかなか分かってん、そう、北川景子。北系とかあげてくるかなと思ったら、怒ってきてんじゃねえかよ。おめえら幸せになれそうだな。